1971年の F1 世界選手権1971年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第22回大会である。1971年3月26日に南アフリカで開幕し、10月3日にアメリカ合衆国で開催される最終戦まで全11戦で争われた。前年にヨフヘンリントが事故死した後、 ロータスはエマーソンフィッティパルデのような若くて未経験なドライバーと共に散漫なシーズンを過ごすこととなった。チームは再びガスタービン車や四輪駆動車の実験に多くの時間を費やした。そういったシャシーの開発はマトラ MS80 の影響を大きく受けたものであったが71年シーズンは結局よりコンベンショナルなシャシーを投入したティレルと ジャッキー・スチュワートがタイトルを制した。ジョーシ・フェールとペドロ・ロドリゲスが71年シーズンに自己死している。ロータス・フォードはコンストラクターズ5位となった。コンストラクターズポイントは1位から順に6位まで、各コンストラクター最上位の車両に9から6から、4から3から2から1が与えられた。前半6戦のうちベスト5戦及び、後半5戦のうちベスト4戦がポイントランキングに数えられた。 ポイントは1位から順に6位まで9から6から4から3から2から1が与えられた。前半6戦のうちベスト5戦及び後半5戦のうちベスト4戦がポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。ありがとうございます。